こんにちは11月17日からソフトバンクワインモバイルおよび LINE モの利用者に対して音楽ストリーミングサービス LINE ミュージックが6ヶ月間無料で使えるそうです今回はこの件についてお伝えしますまず最初にソフトバンクのプレスリリースを見てその後に LINE MUSIC のノートを見ていきますこちらの動画をご覧くださいこちらがソフトバンクのプレスリリースになります l i ン e Music を6ヶ月間無料で提供。ソフトバンクスマホユーザーなら7ヶ月目以降、ずっとペ a ペ p ボーナスで月額料金の20%相当がもらえる。ソフトバンク株式会社は l i ン e Music 株式会社と共同で、ソフトバンク Y モバイルおよび l i ン e をご利用のお客様に、l i ン e Music 株式会社が提供する音楽ストリーミングサービス l i ン e Music の6ヶ月間無料の提供を2021年11月17日に開始いたします。 また同時にソフトバンクのスマホを利用のお客様向けに提供しているペイペイがたくさんもらえるソフトバンクプレミアムの特典内容を変更し新しく LINE サービス特典として提供を開始します LINE サービス特典の適用により LINE ュージックの6ヶ月無料の期間が終了した7ヶ月目以降は月額料金税抜きの20%相当のペイペイボーナスが付与されますソフトバンク株式会社は今後も LINE ュージック株式会社をはじめする LINE グループとの シナジーを推進するために LINE サービス特典を拡充していく予定です。LINE ュージック6ヶ月間無料11月17日スタンド7ヶ月目以降一般プラン月980円学生プラン月480円 LINE ュージック6ヶ月間無料施策の概要ですね内容適用条件提供開始日です あとはソフトバンクプレイヤーのラインサービス特典の概要がこちらに書かれていますねこちらは LINE ミュージックのサイトになりますソフトバンクワイモバイル LINE モユーザーなら LINE ミュージック6ヶ月間無料11月17日スタートソフトバンクワイモバイル LINE モユーザー限定 LINE ミュージックが6ヶ月無料 2021年11月17日水曜日よりソフトバンクワインモバイル l i n e ユーザーなら l i n e ュージックを6ヶ月間無料提供。さらにソフトバンクスマホユーザーなら7ヶ月目以降は月額料金税抜きの20%相当の PayPay ペペボーナスがもらえます。6ヶ月無料体験詳細情報。提供開始日は2021年11月17日。登録方法は2021年11月17日水曜日以降に公開される専用ページから加入。 ご利用には LINE アカウントの連携が必要です。内容、LINE Music の以下のプランに専用ページからご登録いただいたユーザーに6ヶ月無料体験を付与します。一般プラン、プレミアムプラン、月額。学生プラン、プレミアムプラン、学割月額。対象者、6ヶ月無料体験登録時にソフトバンク、ワイモバイル、LINE ものいずれかのキャリアをご利用しているユーザー。専用ページから加入いただいた方。 過去に同一の LINE アカウントで6ヶ月無料の提供を受けたことがないユーザーそしてよくある質問ですね以上ですいかがでしたでしょうか l i n e ュージックを6ヶ月無料で提供大盤振る舞いですねただこれも l i n e ュージックの利用者を増やすためのマーケティング戦略の一つですね l i n e ュージックはたくさんの曲を聴けますけどそのために 楽曲の著作権者に多額のお金を払っています。ですので、利用者が増えれば増えるほど、さらに曲を増やせますし、利益もアップします。音楽のストリーミング配信サービスは競争相手が多いので大変です。生き残りをかけて戦いがまだまだ続きますね。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。